魚かなこ、典型的な四川料理漁港は、中華料理で、一般的な調味料であり、いくつかの食材を混ぜて作る。また、これを足した、肉料理や、野菜料理用ソースのことも指す。四川に起源があると言われるが、その後、中国の他の郷土料理にも広まっている。中国語で文字通り、魚肉が香るものという意味の用語であるにもかかわらず、魚港は、 魚介類を含まず、魚介類の料理に加えることも一般的ではない。言い伝えによると、このソースは通常炭水魚の料理において家庭で使われていたというが、ある時魚がなくなり、その時に残っていたソースを肉の味付けに使ったのだという。この料理を皆が好んだことで、魚香りという名前になった。基本的なブレンドに加えて、料理に使う時は砂糖や、 豆板醤、醤油、泡胡椒を用いることが常である。魚鋼の一般的な調合は、細かく刻んだ粗熱醤や、白ネギ、生姜、ニンニクである。これらはおおよそ同程度の分量で混ぜ合わされるが、生姜やニンニクより息を多く含むものを好む人もいる。材料を混ぜ合わせたら、香りが出るまで油で揚げる。ソースは、牛肉や豚肉。 鶏肉を含む料理に用いられることがほとんどである。時に野菜料理にも用いられる。バーバラ・トロップは著作中華料理の現代芸術の中で、魚香の特徴は四川省と湖南省の風味を表すものと解釈できると示唆している。主要な調味料として魚香を用いる料理には、料理にも魚香の名を冠している。 ありがとうございます。